西武は11日、主に外国人選手のサポートなどを目的に、球団 OB のオレステス・デストラーデ氏がスペシャルアドバイザーに就任したと発表した。写真、元助っ人が、どうしても食べたかった、日本食10年ぶり来日ですぐさま向かった、チェーン店が話題。62歳のデストラーデ氏は1989から1992、1995年に西武に在籍。 本塁打を3度、打点王を2度獲得したほか、1990年の日本シリーズ MVP に輝くなど大活躍した。主な業務は外国人の手3人、ヘスス・アギラー内野手、フランチー・コルデロ外野手、アンソニー・ガルシア外野手のメンター役。スケッをサポートする、チームは24勝53敗1分けで再開。アギラーは打率204で日本塁打。 コルデロは打率点141、1本類だと低迷しており、日本で実績を残したデストラーデの手腕に期待がかかる。コメントは以下の通り、この度ライオンズのスペシャルアドバイザーに就任しました。またライオンズファンの皆さんと会えると思うと、とても楽しみです。ライオンズは今、私と同じく中南米出身の外国人選手が多いので彼らを生活面も含めてしっかりとサポートして、 大好きなライオンズの力になれるように尽くします。